ボーイズアドベンチャー、ということでね、寒い中、集まってくださいましてありがとうございます。公開収録ですよ、放送。声聞こえますか？あ、聞こえる。聞こえますね。本当にね、動物園のね、動物になって気持ちですね。いや、わ、ライオンさん、ね、ちょっと何言ってるか分からないですけど、じゃあ一人ずつ自己紹介したいと思います。はい、テーマから白、夕日です。よろしくお願いします。よー、はい、黄色、平松健人です。お願いします。はい、よーし、そして、黄緑色、アイラブイエーチャムでーすよー。防音ガラスだよね、これね。ユーラブって聞こえたよね、リクエストラもあるんだ。そう、カメラでやってるんですよ、これ。はい、小林豊君、最近もう名前を言わないっていうね。はい、すみません。テーマからシルバー、田中俊介です。お願いします。はい、お願いします。よ、はい、そして、我らがリーダー、テーマからゴールド、ボイドのリーダー、水野さんです。お願いします。オッケーということで、コメントもね、たくさん届いてますけども。来てますよ、これ、ね、今ね、すごいよ。これ、5人だとちょっと狭いかなと思って、意外とちょうどいい感じ、ちょうどいい、収まってね、ありがとうございます。すごいね、本当に、反対側にもいますからね。そう、これ今ね、反対側にいるわ。原宿駅の目の前ですね。原宿駅のね、すごい入り口でやってますけども。年末ですからね、人多いですけどね。すごいですけれども、ということでね、5人で頑張っていこうと。行きましょう。はい、楽しんでいきましょう。30分で終わるんで、あっという間なんでね。早速ですけれども、新曲についてね、はい、今日はやっぱり話していきたいと、いうことで、今日はね、ゆうひくんに、ボーイズアンドメンの中でもね、1時間半あるライブの中で、ゆうひですっていう自己紹介以外喋らない、ゆうひくん、喋れないんですけど、今日はあえてゆうひくんに、ボーイメンの新曲、1月6日リリースのボーイメン忍者、これどんな曲なのかっていうのをね、メンバーが質問して答えてってもらおうじゃないですか。いいんですか？こういう感じ。そう。だからどんどん聞いてこうよ。聞いていい。はい。新しく出るボイメン忍者って、何人で歌ってるんですか？11人です。はい。おお。ボイズの面11人います。はい。うん。なるほどね。パズンと終わるんだね。それで終わり？もっとほら、知りたくなるようなさ、こと言わないといけない。いいですか、いいですか。どんな曲ですか、ボイメン忍者って。忍者をイメージした曲です。忍者をイメージ、あなたにとっての忍者ってどんなんですか？そうですね、僕は漫画とかアニメが好きなんで、漫画のナルト、あれをイメージしてますね、僕は。好きドーンってね、洗顔。はい、この曲はどんな時に聴いたらいいですか？ああ、それいいっすもん。そうですね、術を使いたいなっていう時に聴いてもらったら、術がもしかしたら、ちょっと別に術使いたい方ばっかじゃないんで、そう、普通の方でもいらっしゃるんですよ。もしかしたら今寒いけど聴きたいってなるかもしれないし。ああ、そうですね、ファンじゃない方もたくさんいますからね。そうですね、まあ元気になりたい時に聴いてもらえればいいんじゃないかなって思いますね。それはなんで歌詞とかに、まあ、歌詞というか曲がとてもテンポがいい曲なので、聴いてて元気も出ますし、歌詞の中にやっぱりこの忍術のこの忍法なんとかの術とかもあるんで、まあそういった意味でもちょっと元気が出るんじゃないかなと。なるほど、忍法なんとかの術、だいぶふわっとしました。ざわざわこれミュージックビデオの方も非常に見どころ満載ですけど、どういうとこ見てほしいですか？アクションシーンが今回あるので、今までは盾とかあったんですけど、今回はそのアクロバット色の強い盾になってまして、僕だったら回し蹴りをしてたりだとか、11人それぞれアクションやってるのがミュージックビデオに入ってるので、皆さんぜひ見てみてください。なるほどね。じゃあユーピンの中で一番注目すればいいのはどこなんですか？そうですね、まあやっぱり僕を見てほしいかなって思います。なんでですか？かっこいいんで。顔はかっこいい。何がかっこいいんですか？顔はかっこいいんです。顔がかっこいいんですね。顔がありがとうございます。ネイバクソって。いやね、本当にまあ個性豊かな11人で歌ってるこのボイメン忍者ですけど、まあ忍者はね、日本の文化でもありますし、海外の方にも聞いてほしいということで、原宿海外の方にも。今もほら見て、Where from? お、あ、聞こえない。なんでタリパニー、テレパシー、台湾、ジャーマニー、ジャーマニー、香川、
顔見て、ダンケシェン、ダンケシェン、ダンケシェン、はい、I'm Japanese people。 いや、知っとるわ、ね、日本人ですって。そうね、あんま喋れないのバレましたよね。海外の方も今日いらっしゃるということで、ね、まあちょっとぜひ見てってほしいということで、うん、はいはい、今日はですね、そのボイメン忍者のミュージックビデオの方がね、ちょっと用意されている。おそうなんですよ。ちょっとね、今見て、興味持った方、そしてね、はい、今日ファンの方もたくさん来てくださるということで、ユーピンが今説明したところが満載で見れるところでしょ。そうそうそう、縦ね、うん、縦とどこ見てほしいんだったっけ。僕のかっこいい顔です、はい、ね、そこ見ててほしいなと見ててほしい思います。さあ、それではね、用意されてますので振っていきたいなと思います、はい、ましょう、はい、ボーイズ&メンでボイメン忍者。いや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 、観覧の方がね、ここでね、一旦ね、ちょっと入れ替わる、入れ替わる、みんなバイバイ、入れ替わる、そんな入れ替わりなんて、あんな中で入れ替わる、一回ね、また会おうねー、また会おうねー。第二陣が入ってくる。そう、第二陣が入ってくる。ボーイズさんのね、本当にたくさんの方が来ていただいてるんですけども、はいはい、今見ていただきましたね。そうですね、いかがでしたかね。これコメント来てますよ。ちょっと見てみたいね。コメントどうですか。さあ、全部見たい。もうかっこいいって感じで、嬉しい。何、ゆうちゃんもかっこわらって何だったんだろう。おー、ダメなんだろう。結構、まあ、反応も非常によく、ね、ね、まあ、曲も盛り上がる曲間違いなしで、ね、まあ、ね、うん、で、あとこれダンスの振りが結構可愛くて特徴的ですよ、ね、どんな感じなの、まあ、ちょっと腰をくるくる回すみたいなね。あー、そう、いいね。まあ、ダンスは可愛いんだけど、うんうん、ミュージックビデオはかっこいい。そう、まあ、2度楽しいこのボイメンでね、はい、今日質問もたくさん、はい、送ってもらったら答えていいということなので、はい、ね、今コメントの方で今、あ、じゃあ、そうですね、ぜひコメントで送ってください。いろいろありますよ、はいはいはい、腰よりもっと見たい。実際ね、生放送でお送りしております。さあ、では質問受け付けますよ、はいはい、さあ、さあ、来ますか、コメント。何でもいいですね。そうそうそう、もうこの、観覧の方は、観覧の方はね、コメント受け付けたいんですけど、ね、ちょっと声の方が聞こえない、うん、ねえ、残念、僕たちの声は聞こえるでしょ、届けるからね、I love you。ね、ちょっと反応が、うん、反応が失笑に見えてしまった声が聞こえちゃう。はい、はい、アクション大変でしたかっていうのが来ましたね。ミュージックビデオのアクションね。アクションめっちゃ大変でした、うん、触ったことのないヌンチャクっていう武器があったんで、ね、それはそれは練習しましたよ、うん、先生に。みんな武器は、僕はあれ、鍵爪ですよ。鍵爪、鍵爪ですけど、僕刀ですね。ゆうちゃんも刀、僕も刀、刀、あ、刀3人いるんだね、うん、でもそれぞれ絶対違うよね。うん、まあ、弓矢を使うメンバーがいたりね、いましたけど、僕もあのワイヤーで、ね、飛んだの、飛んだの、ワイヤーで飛んだのよ、ウェイヤーってね。僕高所恐怖症なんですけどね、ビルの3階ぐらいまでピューン上げられて。どうだったの。いや、なんか俺 UFO キャッチャーの景品みたいな。そう、あの後ブラーンブラーンブラーンって、めちゃくちゃ怖かったよ、本当に。すごい高かったからね。さあ、今ね、一ついいのありますよ、はいはい、衣装でお気に入りのポイントはって、うん、あ、忍者の衣装ね、うん、はいはい、これどうですか。うん、でもヌンチャクが俺ついてるっていうのが好き。いつでも戦える、まあ、オリジナルだよね。そうそうそう、僕はあれですよ、あの鎖ついてるんですよ。あ、極太の鎖、そういうのついてますね、ついてますね。スイーツ真壁さん隠れ本当に、あ、そう、ごちごちなやつ、ごちごちのやつ、確かに確かに。今度焼き芋食べに行こうね。焼き芋食べに行こうね。ゆうくんは、僕はあの衣装が全体的に白蛇をイメージして作られてるから、あ、そこがポイントかなって。そうなんだ、白蛇ね。ゆうちゃんはですね、うん、あのゆうちゃん自身が、忍者になったら飛びたいって言ってたこともあって、うん、ここに羽がついたの。ああ、なるほどね。そう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 、はいはい、鳥人間みたいな、いや、鳥ちゃん、鳥人間、鳥ゆうちゃんみたいな感じですね。鳥人間っていうことがあるみたいな、はい、どうぞ。いやいやいや、そんなざっくりな振り方あるか。怖い。そんなざっくりな、そんなざっくりな振り方ないやろ。いや、リーダーはどうなんですか。僕はまあ、お気に入りポイントじゃないですけど、あの腕にこう金色のやつがついてるんですけど、うんうんうん、あれ結構ラメなんですよ、うん、あれがね、あのめちゃくちゃ取れていろんな人に迷惑かかるっていう、ね、いろんな人の衣装にそのラメがついちゃうっていうね、うん、それが逆にもなんかおもろくて嬉しい、ね、いや、すごく迷惑かけました。ロケバスとかすごいあれでキンキンになってて、ね、結構ね、あの片付け大変だったっていうことですからね。さ、どうですか、コメントは以上ですか。そうですかね、まあまあ時間まだ、はい、またね、まあ、もう一個ぐらい行ってもらう、もう一個ぐらい行きますか、ね、さあ、質問ありますよ、どしどし送ってください。なんだろう、まあ、どうかな、ね、縦の練習はどれぐらいやりましたかっていう、あとは、ラメかけて PV 撮りで一番大変、
だって合いの手どんなの入れてほしいですかとかあるよ、ね、はいはい、メイディジャパンジャパン、あ、いいね、今ここ欲しい、ね、そこがね、あ、そうだね、いいんじゃない、いいんじゃない、あとは、腰振り誰が一番上手いですかとか、これはもう誰、これはどうですか、逆に誰だと思うの、11人分の腰振りが見れますからね、ボイメンの、うん、そうそうそう、ね、これはもうお気に入りを探してもらえば、マイマイフェイバリットクネクネがね、そう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 、やっぱりね、マイフェイバリットクネクネを探してもらった方がいいんじゃないですか。いやこれね、ちょっとね、あのね、フェイバリットっていう意味合いでは違うんだけど、うん、俺辻元の腰よりが嫌いなの。え、嫌いなの、うん、なんで、赤 赤いメンバーがいい、そうそうそう、ね、めちゃくちゃ下手くそじゃないわかる、意識して見てないからわからん、わかる、ちょっと今度見てみて、え、なんかね、じゃあみんなの腰よりはね、別にそのなんかもう自然とね、腰寄りしてんのね、こうくねくねとね、うん、あいつなんかね、うん、すごいね、なんか地獄絵図みたいな感じで、どういうそんなメンバーの腰寄り注目してないけどね、ほんと見とる、見る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 、ほんと体全身で腰を振ってるんだよ、そう、あ、腰を振ってる色気がないんだよね、そう、あ、そうそうそう、セクシーさですかね、セクシーさ、あいつケツでけえから、多分あの重さでさ、グワモってなってるの、遠心力が、遠心力、体も保っててねえんだよ、重りがね、重りがありますからね、はい、お尻大きいですからね、いや面白いコメント来たね、まあ、確かに、そうそうそう、まあ、どんどん送ってもらえばね、僕たち答えていきたいと思います、はい、お願いします、残り15分ですかね、はい、まだいい、うっそー、まだやっちゃっていい、まだやっちゃっていいみたいな、まだ質問していいの、いいの、どうぞ質問、じゃあ行きましょう、さあみんなもちょっとどう、質問、すごい、立っても全然入るね、なんでゆうちゃむの瞳はそんなに綺麗かって、いや聞いてないよ、聞いてないよ、あ、そうか、じゃあ逆に、はい、誰の衣装が好きですかって、着てみたいですかっていう衣装が来ましたね、あ、着てみたい衣装か、俺ね、うん、衣装は 2G なの、おー、うん、赤色の、ま、割と和だよね、一番ベーシックな忍者っていうイメージが、確かに、そう、あの通人の尻影、うんうん、だったから、なんか着てみたいなと思ったことあった、はいはい、辻元君の衣装、ね、はい、僕リーダーです、おー、なんでなんで、多分光沢が欲しいんです僕いつもさ光ってないから、これよく色間違われるから、そう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 、キラキラしたいの僕も、うん、パチ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 、なるほどね、そうそう、確かに確かに、憧れ、その首とか結構憧れて、あー、これだいぶ、これね、これね、写真撮るときうざいんですよ、もうね、こう、あの顔に光が反射して今が反射してます、ほんと、顔がね、ほんとね、あ、まあでもちょっと細く見えるからいいかもしれない、いや、知らんけどマジマジどう、他どうですか、俺は豊さんの、おお、なんでなんで、なんだ、豊さんの、まあ、じゃなくてもいいんだけど、いやいや、そこはいいように言ってよ、俺衣装がね、うん、あの左腕だけ長袖みたいな、ああ結構この偏ってんの、左腕、あなたの衣装ね、だからこう左右対称の衣装を着てみたいそれは別に だから別に豊かじゃなくてもいい、そう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 、なんていうか独特すぎてもうね、もうね、お前ただそれお前両腕同じ長さの衣装が着たいって言うだけそうそうそう、誰のじゃねえんだ、だからあの若菜大輝は俺と同じ形してるから大輝のはなし、ああもういらないいない人の名前ないですよ、いない人の名前がバンバンよく分かるそう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 、彼の衣装はね、一番似合わないんでね、ああ確かに、はい、ピンクの衣装は似合わなかったね、ピンクでパツパツはきついですよ、お客さんが入れ替わってますまたね、観覧のお客さんがね、また入れ替わってますけど、確かにピンクは全然似合わないですから、ね、私似合わないですよ、ね、前1回着てましたよね、着ましたね、地獄絵図でしたよ、地獄絵図ですね、あれ難しいですね、うん、僕結構吉原君の衣装とか好きですけどね、うんうんうん、あ確かに、迷彩で、ちょっとなんかデザイン性のある感じ、他の忍者と違う感じですけどもね、じゃあ、第3ブロックのお客様が、ありがとうございます、今ですけどね、ありがとうございます、嬉しいビーバーかな、ねね、元気ですか、大丈夫ですか、元気ですか、わあすごいよ、もう1万人ぐらいが今ざわめいた、明らかに1万人はここに結構なんか何人ぐらいでもかなり来てくれてる、ローテーションで ねかなり来てくれてる、奥にもいるんだよ、あの、ね、信号を渡ってからの方が、ね、たくさんいらっしゃる、あ、そしてほら見て、今電車の中からありがとう、電車の中から、え、手振ってる、え、電車の中からは降ってないです、ね、普通にこうやって山手線から見下ろしてる、ね、はい、じゃあ次のコーナー行きたいなと思います、はい、残り10分切りました、は、早いな、続きまして、皆さん、ね、年の瀬ということで、うん、まあ、そうですね、大